コロナが明けて気になるペニスのあれこれ。いや、やっとコロナね終わったもんね。マスクも減ってきた。やっと街中もマスクの人がだいぶほとんど、ね、いないぐらいですね。なってましたね。コロナようやく明けまして、うん、マスクも解除され、今まで通りのですね、まあ、生活に戻っていくんですが、最近コロナが明けてから当院で増えている相談っていうのがありまして、何かわかりますか？完全にコンジローマですね。確かに増えてますね、はい、うん、今おっしゃる通りですね、コロナ禍に顕著に増えたご相談の中で、やっぱり性病がまた増え始めています。わかりやすく増えてますね、はい、でもそう考えると、今までコロナ禍の中で人との接触だったりとか密を避けるとか意外と守っていた方って多いんだなってすごく実感しました。はい、やっぱりまあ性病増えてますね、まあ、それこそコンジローマに始まり、あとはクラミジアや淋病などの、まあ、そういった尿道炎などの症状というのも最近すごく増えてきております。こういった性病に関しては、まあ、一般女性との行為で感染することもありますし、風俗での感染っていうのももちろんあると思います。今までの動画で感染対策とか、まあ、予防策とかっていうところの話をしてきたんですけれども、先生、この性病に関しては、はい、例えばクラミジアとか淋病みたいによくこう風俗でもらってくるようなものとかあると思うんですけど、はい、こういうのにもしかかってしまった場合はどのような感じで、はい、クラミジア淋病はもう薬1回飲むのは治るんですよね、はいはい、めちゃくちゃ簡単に治るんで、うん、まあ、症状があった場合はもうすぐにいらしていただきたいですけどね、うん、そんな重く受け止めず男の勲章ぐらいに思って、簡単に治りますってなったらいいじゃないですか。いやいや、コンドームをしててもクラミジア淋病は口とかで移ったりするんで、まあ、口腔性行で、うん、口の性行為で移るので、うん、結構多いんですよね。だから本番行為がないお店、まあ、口だけだったのに何故か移っちゃったとか、そう、まあ、なかなか一般女性で口だけで移るってあんま少ないと思いますけど、うん、コンジローマは意外とその一般女性としかやってない人でも移る人っているん、多くいるんですけど、はい、クラミジア淋病って大体風俗が結構多いですよね。そうだね、まあ、クラミジアまだ症状が 無症状の場合が多いので、はいはいはい、持ってたりっていうのはありえるんですけど、うんうん、まあ、淋病は痛いからね、うん、一般女性から移るのは少ないです、ね、まあそうですよね、うんうん、そういったじゃあサービスを受けるときに口からでも移るということを考えると、方法としてはもう手ぐらいしかないわけじゃないですか。ただですね、はい、非常に優良点に関しては口の性病検査もしてるんですよね、うん、はいはい、お店によってその辺の管理が若干変わってくるので、はい、まあ、利用する際はそこら辺をちゃんと見て、安いのは絶対そういう検査してないんで、安いお店はね淋病クラミジアの薬代もそんな安くはないからね、うん、それだったら有料店でならない方が賢いかもしれない。まあ確かにそうですね、うん、あんまりその価格だけをこだわらずに、まあ、なるべくそういった安全性とかっていうところをしっかり調べた上で、はい、利用していただくっていうのが一番大事っていうことですね、はいはい、性病も最近多いんですけれども、2つ目に多いのがですね、ペニスの増大治療。最近の傾向でいうと、うちのクリニックほとんどまあ40代から50代の方が増大治療メインになるんですけれども、最近結構20代から30代の患者さんが増えている印象です。確かに増えてますね。増えてますよね、うんうん、前まではこう結構20代30代の方、包茎手術とか、はい、まあ、早漏治療というところがメインの方多かったんですけれども、はいはいはい、最近は本当もう増大目的で受けられる方結構多いですよね、うん、最近来た方にまあ話を聞いたところ、コロナ中に、うん、まあ、うちのチャンネルを もう見ていて、うん、特に遊ぶこともそんななかったので、うん、お金を貯めてましたと。あでコロナ明けたタイミングで、はい、まあ、受けに来ましたということで、なので、まあ、そんな感じで結構こういったリパス含め、まあ、受けられる方今本当に多くなっているかなっていう印象です、うん、なので、まあ、YouTube のこの動画をまあ見て、まあ、実際にいらっしゃる方とか、うん、最近もほとんど そういう感じですよね。 YouTube そうですね、皆さん大体 YouTube を見てくださってますね、はい、実際治療はほぼ僕しかやってないので、はい、皆さん結構驚かれるんですが、先生が取り入れつくみたいなお会いできて光栄です。いや、こちらこそ本当お越しいただいて本当感謝してたんですけども、はい、そういったお言葉をいただいてますね、はい、たくさん動画撮って投稿してるんですけれども、そういったお言葉が本当に日々励みにしております、はい、治療検討している方もそうですし、まあ、悩んでいるけど、まあ、こういう治療があるのを最近知ったとか今まで知らなかったとか、今でもそういう人すごく多いんですよね、はい、そういった方々にもぜひ多く届いてほしいなと、まあ、そのためにはですね、皆様のチャンネル登録というのが
非常に力になりますということで、はい、2023年もとがめチャンネル20万人、目標としておりますので、登録してない方いらっしゃいましたらぜひポチッとお願いできると嬉しいです。先生から何かありますか？ご相談だけでもね、お気軽にしていただければと思いますね。いきなりその治療どうこうっていうのではなくて、ご質問いただければ何でもお答えしていただきますからね、うんうん、はい、伊藤さんはどうですか？結構伊藤さんのことを知ってる患者さんが実際にいらっしゃる患者さんほとんどだと思いますので、ありがたいです。はい、リアル伊藤さんに会うには青山じゃないと会えないです。残念ながら船橋では会えないですね。そうですね、はい、問い合わせの時に多いんですけど、先生は船橋でしか対応してないんじゃないかっていうふうに聞かれることが多いんですけど、あ、まあ、基本的には船橋でも青山でも福岡でも福岡でもあと今後大阪でも、はい、全て僕が担当してますので、はい、必ず会えますと。必ず会えます、はい、ということで、はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。